予告編さながらにお越しいただきましたスーパーマンに扮した牧野智章選手そしてバットマンはどなたなのでしょうかさあ気になるところだと思いますが <laughs> ではそろそろマスクを脱いでいただきたいと思いますちょっとあのスーパーマンも手伝ってくれるというちょっと予告編とは違う状況ですがバットマンの正体は川崎宗則選手です 本日お越しくださいまして本当にありがとうございます。では早速ですが皆様へのご挨拶と応援団に選ばれるお気持ちをお願いしたいと思います。まずはバットマンのように常に苦難に挑戦し続ける男、はい、川崎宗則選手です。はい皆さん明けましておめでとうございます、えー。今日はバットマンとして来ました。本当はもうグッドダディなんですけどね。<laughs> そうなんです。そうなんです。ですはい今日は皆さんよろしくお願いします。ありがとうございます。 続きまして、まるでスーパーマンのようにヘディングしても崩れない、七三ヘアでおなじみ、ウラレッドダイヤモンド牧野智明選手です。どうも皆さん、明けましておめでとうございます。牧野です。よろしくお願いします。ありがとうございます。それではスチュールカメラマンの皆様、フラッシュ撮影は一旦お休みでよろしくお願いいたします。ということでお二人にお越しいただきましたけれども、お二人は初対面ですか初対面です、ね。そうです。初対面。はい そうなんですね。いかがですか、そのバットマンの姿、川崎選手の。いや、もうあのメディアと野球界の方でね、あのたくさん盛り上げている川崎さんですけ今どの初対面の時もも、う、もう作り上げてきてましたから、はい。もうバットマンで入場しましたからね、素晴らしい入場でしたけれども、そして、選手の。僕ですね、天皇杯見てて、牧野さん、怪我されたじゃないですか、そのすっごい、あれで出てきたじゃないですか、本当。 あの姿見た時にやっぱこのスパイダー、あスパイダーです。一番食べたじゃないですかそれ。<laughs> スーパーマン、ス,ス,スーパーマンなる人だなと。やっぱそこやなと思いました。あの普通の魂。はい。あれ痛かったでしょ。いや痛くないですよ。あ痛くない。痛くない。スーパーマンは痛がらない。痛くない。さすがす。強いです。強いですね。はい、<laughs> すいません。ありがとうございます。 そうもうなんかお二人の相性がすごくいいというあの評判で、波長が合うんですよね。もうやっとなんかこう野球界にこうきたなってやっと会えたなって感じですね。はい。ありがとうございます。そしてもうお二人の衣装がまるでユニフォームのように本当にあの素敵に着こなしてくださってますけれども、今回のセレクトはお好きなキャラクターを着るということだったんですかというわけでもなく、まあ全然そういうわけでもなく、着ろっちゅうやら着るけどね。なんで何でも着ます。何でも着ますけど。 まあ最初どうかなどっちねバットマンスーパーマンってどっちかわかんなかったんですけどまあバットマンキレチ言われたんで来たんですけどでもバットマンがいいんですか川崎さんもまあ僕もバットマンいいと思うなんかコンセプトに合ってるし合ってるはいそうだあのグッドダディだけどグッドダディだけどバットマン今日は今日今日はすごいグッドダディをしますね今日グッドダディをしてるでも川崎選手はアメリカでのご活躍も長かったので。 ね、向こうでのバットマンそしてスーパーマンの人気というのはいやすごいですよ、絶対イベントがあるんですよ、こういうなんかコスチューム着るイベントが毎年2、3回あるんですけど、かなり多いです、スーパーマンとバットマンと、はい多いい多ででですすすよあ,あっちでもすごい人気今回はこのバットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生は日米同時公開となっております。 とということなので本当にあの一気にみんな一緒にスタートして見れるということなんですけど今回はその二大ヒーローの対決が描かれるわけなんですがお二人の方とも最初にちょっと予告編をご覧いただきまして先ほど、はい、でマスコミの皆様にもご覧いただきましたズバリどちらが勝つと思われますかまスーパーマンじゃないですか僕はバットマンだと思うけど僕はバットマンだと思うんだけどやっぱそうですスーパーマンかな うん、そのなんかどっちが勝つ理由は、じゃあ、槙野選手はなぜスーパーマンといや、だって僕も子供ながらの時にやっぱスーパーマンはみんなのヒーローとして育ってますし、うん、やっぱり自分がこう演じきるっていうことで、負けたくはないですよ、はい、来たからには、来たからにはい誰もがスーパーマン勝つと思うんですよ、ただやっぱバットマンはバットマンなりに、やっぱりみんなが知らないところで頑張っているというね、こういうのもあるので、ね、野球と川崎さんの普段と一緒ってことですよね。 見てないところでも頑張ってっていう、はい、そういうところがあるんで、知ってるね、それ、あの、<laughs> それ、あの、英語のインタビュー見たら分かりますよ、<laughs> もうすごい、知ってる、はい勉強、だから僕はもうバットマンじゃないかなと、バットマンのじゃ魅力というのは、やはり影で、頑張ってるところ、はい、そうですね、まあうん、アンチヒーローというか、あんまり見えないところで、でも本当は、みんなのために頑張って、それを見せないんだよという感じかな、ーはい、スーパーマンは魅力、どんなところにありそうですかね。 んーまあ今回の映画の中でも実は悪役なんじゃないかな、はい、と言われてる中でもやっぱりみんなのために地球のみんなのためにやるのがスーパーマンじゃないかと、はいはい、そういういろんな声が聞こえる中でもしっかりと自分を貫き通すってところなんかちょっと僕に似てるなとかぶるところありますよね。